アメリカのブルームバーグ通信は10日イタリアのメローニ首相がインドの首都ニューデリーで中国の李キ首相と会談した際に巨大経済圏構想を一帯一路から離脱する方針を非公式に伝えたと報じましたメローニ首相は昨日の会見で中国との会談について一帯一路についても話したと述べましたが離脱の是非については明言しませんでした また中国側から北京を訪問するよう招待されましたが訪問する時期については決まっていないとも述べました G7 主要7カ国で唯一一帯一路に参加しているイタリアが離脱すれば中国にとって痛手となりますがイタリアも中国が貿易分野での報復措置に出ることを警戒しているとみられます